どうもラボチンです。さあ今日もポケモンレジェンズアルセウスやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあついにレベル100の個体が出来上がりました。第1号はディアルガでしたね。100にするとかなり強くって、もともと強いんだけどもステータスも爆上がりです。でレベルも重要だけども、レベルと同じぐらい重要なのが頑張り値ですよね。頑張り値、昔で言う個体値のことで、これをね上げるのに今一生懸命になってます。今9なんだけども10が最高だね。でも10にするアイテムがなかなか出ない。まあ他のアイテムもなかなか出ないんだけど、まあとにかくこの頑張りの砂、砂利、石、このあたりをすごい集めてます。で、これ集めるのって、親分を倒すしかないよね。まあ、他でも入手できる場所あるかもしれないけども、親分と戦うのが一番手っ取り早いと思います。まあ、それを今ね、一生懸命やってる。親分がさ、もうちょっと、たくさんいる島みたいなのがさ、あればいいけどね。親分だけしかいないところとか、それがなかなかないんだわな。そういうところをちょっと探したいよね。この頑張り系を集める、もう抜群に効率のいい場所っていうのを、まあそれもねちょっと探していきたいと思います。で親分を倒すと経験値もそこそこ入りますし、飴も手に入るので、それでさらにレベルを上げることはできます。でも効率としては、レベル上げのね、効率としては悪いよね。もっと効率のいい方法があります。まあ、それもね、実は見つけてて、これちょっとね、裏技的なやつ。裏技的なやつで、これ誰にでも簡単にできて、レベル100まですぐ上げることができます。まあそれはねちょっと、今回の動画でやってしまうと長くなりすぎるので、今回はちょっとやめにして次回の動画で説明したいと思います。まあ今日はちょっと親分とあと1回ぐらい戦おうかな。とにかく親分が多い場所っていうのを今探してます。まあ親分じゃなしにしても、あの砂がね大量に手に入る場所っていうのを探してるんだよね。レベル100になるとね、この親分でもほぼほぼワンパンで倒していけるんで効率はいいです。おっしゃ、頑張りの石、いいね。親分がいる場所っていうのはもう決まってるので、まあ、そこをね周回していくだけですよ。あ、でちなみに今ね、俺が持ってるポケモンが、結構持ってます。結構持ってて、全部で、今、139種類かな ?139 種類、います。あと31種類だね。あと31種類で、コンプリート、です。で、まだ、伝説系取ってないやつが10体ぐらいいるので、それプラス、ノーマルポケモンが30体ぐらいか。まあ、ポケモン集めも、やっていかないとアルセウスに出会えないんでね。それも並行してやっていきます。これはなかなか長いよ。ちなみに今、38時間ぐらいプレイをしてますね。おそらく全ポケモンを入手して、アルセウスに出会う。そこまでにあと10時間ぐらい。で、さらに、レベル上げなんかは、まあそれは、後ほど説明しますけど、数時間かかりますね。はい。まあ、とりあえず、レベル100までは、すぐできると思います。とりあえずの1体だけは。アイテムがあるので、とりあえず1体だけは100にできると思うんですけども、その後の、裏技を使ったレベル100にする方法、それはね、次回の動画で説明します。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。
それではご視聴ありがとうございました。